ねえメリオダス、ザラトラス様の術で16年前の自分とあなたを見たって話はしたわよね。リズさんが亡くなったのも16、ケインさんが教えてくれたの。リズさんの名前も私と同じエリザベス。にしひひ、性格は全然似てねえけど、顔も声もディアンヌとキング様が修行で似たような体験をしたらしいの。そこであなたと一緒にいた少女、私とウリ二つ。私ね、変なこと考えてるって分かってる。でももしその考えが本当だとしたら、エリザベス少し疲れてるみてえだな。それ3000年前に封印された魔人族が初めて会う私を誰かと見間違えることなんてある？私どんな話だって受け入れる覚悟はあるから。さてさてさ、ごめんなさい。そうよね、こんな馬鹿げた話、先にお店に戻ってるね。私は世界中の誰よりあなたを信じてるから。俺にはねえんだよ力が。エリザベス様の魔力はドルイドのそれとは似て非なるもの。なんて暗い、暗い漆黒の海のような魔力あ、俺の魔力に介入してくるとはどんな奴かと思ってみれば久しいな、エリザベス。どうして私のことを。哀れな女未だ我が兄メリオダスを苦しめ続けるか。呪われし女神エリザベス。メリオダスの弟、私が女神。貴様は3000年もの長き間死しては前世の記憶を失い、幾度も転生。40や50では済むまい。転生？それじゃあ3000年前メリオダスと一緒だった女性は。何がそんなに嬉しい。夢みたい。そうだったらいいなって思っていたことが、まずメリオダスと一緒だったのよ。それがどれだけ奴を苦しめていると思う。私が苦しめ、メリオダスはいつだって私のそばにいてくれる。思い出したい、彼といた全ての時間を。そうか、ならば全てを思い出せ。その時貴様は己の罪深さを思い知るんだ。大変だメリオダス。話してディアンヌ。どうしたのエリザベス。早く知らせなきゃ。王女様、出会った。メリオダス、バルザドが重傷だって騎士団から連絡があったの。お前まさか。私が見よう、エリザベス王女。私がわかるか。久しぶりね、マーリン。見違えたわ、あんなに幼かった子が。エリザベス、エリザベスちゃん、その目は